エリザベスオリンピックパークは、イギリスのロンドンにある、2012年ロンドンオリンピック、及び同パラリンピックのために建てられた、スポーツ複合施設で、同市の東側ストラトフォードシティ開発地区に隣接した場所にある。敷地内には、選手村のほか、ロンドンスタジアムやアクアティクスセンターをはじめとする競技施設が複数、入っている。イギリス最大のパブリックアート作品であり、 展望台のアルセロールミッタルオービットからこの公園が一望できる。五輪期間中はオリンピックパークと呼ばれていたが、五輪閉幕後に現在の名前に改称された。これは2012年に女王エリザベス2世が即位60年となることを記念して付けられたものである。パークの敷地は4つのイーストロンドン自治区、すなわちニューアム区、タワーハムレッツ区、ハックニー区、 ウォルサムフォレスト区にまたがっている。この場所は、かつて未開発緑地とブラウンフィールドが混在しており、ハックにイマーシュズを一部含んでいた。ロイヤルメールはこの公園とストラトフォードシティに、ポストコード E20 を割り当てており、それはかつて連続テレビドラマ、イーストエンダーズにおける、架空の郊外、ウォルフォードに付されていた番号である。2011年8月2日、そこには住宅及び、 快適環境の整った5つの近隣地区ができると発表された。これらの名前には同地域に関連した歴史がある。ウォルサムフォレスト区を除いて4つのイーストロンドン自治区全てがこのような近隣地区でパーク敷地を囲んでいる。オリンピックパークはエドコンソーシアムによって設計され、アラップ及び WS アトキンスと共同している。 詳細な景観構築は、ハーグレーブス・アソシエーツと LDA デザインの共同で行われた。同パークの照明は、サットンベイン・アソシエーツの設計で実施された。ロンドンオリンピック及びパラリンピックの招致活動において、当初はメイン会場に加えて4つの屋内競技場がオリンピックパーク内にあると提案されていたが、2006年に公表された。 マスタープランでは3つに削減された。フェンシング競技場も中止され、同競技はエクセル展覧会センターで開催された。残りの屋内競技施設はバスケットボールアリーナとカッパーボックスであるが、これに加えてウォーターポロアリーナ、アクアティクスセンター、ペロパークがある。最終設計案はオリンピック会場建設委員会によって承認された。ザレガシーリストは クイーンエリザベスオリンピックパークのための独立した慈善団体で大会の遺産を支援するため2011年に設立された。アルメーダ劇場の業務執行取締役でイングランド芸術評議会を運営していたサラウィアーがザ・レガシー・リストというクイーンエリザベスオリンピックパーク慈善団体を創設した。2013年秋、サラは ワデスドンマナーの最高経営責任者に就任した。建設期間中、8万人超の作業者がこのプロジェクトに携わった。オリンピックパークの建設は CH2M ヒル、ライングオルーク、メースからなる CLM デリバリーパートナーによって管理されていた。CLM は内部道路網の管理を含め、会場建設区域の間の空白スペースを特に管理していた。 建設が本格的に始まると、作業を円滑に進めるために、建設予定地周辺に設置されていた最大高さ65メートルの送電用鉄塔52基が撤去され、その電力はプラグプロジェクトで建設された新たな地下トンネルを通して供給されるようになった。また公園敷地に関しては、土壌の浄化作業が行われ、イギリス在来種の動植物が移植され、 産業化前の植生の再現が試みられた。加えて、オリンピック及びパラリンピック大会時は以下のものもあった。ローアムウーアは、クイーン・ィリザベス・オリンピック・パークがオープンした時に、ガーディアン紙に書いて、次のようにコメントした。狂ったように奇抜な、照明器具、競技場の設備、座席、木の種類、花崗岩の彫刻の塊、木をスク。 手すりと表面の色合い。誰もが有名になろうと、オリンピックシンドロームにかかっています。賞賛に値するウドルフを除けば、落ち着いたものを誰もやろうとしていないのです。ロバート・ホールデンとトム・ターナーは、オリンピックパークの景観構築のレビューにおいて、基本的に、景観プランの方が、景観デザインよりも、はるかに優れていると指摘。景観プランでは、パーク北部区画にあるリーンガの開放。 居住環境創造の戦略、同パークと周辺地区との優れたつながりが考慮されている。景観デザインは広大な歩行者用コンコースばかりで、それは大会期間中こそ混み合うだろうが、それ以外の時は未使用の空港滑走路同然だ、と述べている。アルセロールミッタルオービットこの公園は、ロンドン五輪閉幕後も様々な用途で使用されていたり、使用する計画がある。 インターナショナルクォーターロンドンは2012年ロンドン五輪パラリンピックの開催時ストラトフォードにある新しい商業地区である。そこは複合用途で開発が行われており相当資格は13億ポンドを超えレンドリースとロンドンコンティネンタルレールウェイズによって50、50の合弁事業で実施されたものである。インターナショナルクォーターロンドンには400万 平方フィートの商業オフィス空間、グラスハウスガーデンズとして知られる住宅330個、そして新しいホテルが入っている。同地域へは、ストラトフォード駅を経由していくことができる。2012年ロンドン五輪終了後、同パークにあるスポーツ施設の規模は縮小されたが、遺産の一部は、高級的な施設として残っている。それは、 地元や地域コミュニティの資源として、また五輪のように世界水準の施設を使う主要な国際スポーツ大会のために継続的に利用されている。国際大会のための会場仕様に加えて施設の一部は様々なスポーツのアマチュア及びプロチームによる定期的な利用も考慮している。2011年2月11日、ウエストハムユナイテッド FC は トッテナムホットスパー FC に先んじて、大会終了後にオリンピックスタジアムを、サッカー場として引き継ぐ優先交渉者に選ばれた。しかし、5日後に、レートンオーリエント FC の会長をバリー・ハーンが、ウエストハム FC を同スタジアムに移転させる決定に、意義を唱えると発表した。というのも彼はウエストハムが、ブリスベンドードスタジアムから1マイル以内でプレーする、ことで、 オリエント FC のサポーターたちや、その支援をも失いかねないと考えたのである。ハーンは何年か、前からオリエント FC をオリンピックパークに移動させ、その収容人数を2万5000席に減らすことに関心を示していた。一方で、ウエストハム FC は自分たちの移転が行われた、際には容量を6万人に削減する予定だった。またトッテナムホットスパーは、 この決定に対する法的措置を追求し、最終的には2011年10月11日に法的圧力のためウエストハムとの契約は破断となった。ただウエストハムはその後のテナント入札に勝ち続け、2016から17年のサッカーシーズン初頭から同スタジアムをメインのテナントとして使用するようになった。 カッパーボックスは2012年ロンドン五輪終了後に残る唯一の高級的な屋内競技場であった。主にハンドボール及びゴールボール競技会の使用のために建設されたものだが、それはバスケットボールでの利用を含むだろう。多目的会場に変えられた。ミルトンキーンズにあるプレステージホームズアリーナの 所有者がリースを終了した結果、バスケットボールクラブのロンドンライオンズが2013から14年の BBL シーズンに向けてカッパーボックスに移転した。リーバレーホッケーセンターは q イートンマナーの改修から生まれた。この施設は現在ワッピングホッケークラブのグラウンドとなっている。同センターには最先端のホッケー競技場が2面あり、リーバレーリージョナルパークオーソリティによって 運営されている。オリンピック終了後に、元のウォームアップコースの解体に続いて、オリンピックスタジアム南側に、新しい6レーンの施設が建設された。そこは2017年世界陸上に続いて、ニューアムエセックスビーグルズ体操クラブのための、コミュニティ会場及び新拠点として使用されている。2013年1月、音楽コンサートのプロモーター社ライブネーションが、 スタジアムとその周辺の公園でショーを上演する権利を獲得した。2013年7月にドーパークで音楽イベントが開催されたものの、スタジアムは使用されなかった。リバーバンク、アリーナの以前の場所は、ハードロックコーリング、ワイヤレスフェスティバル、エレクトリックデイジーカーニバルといった音楽祭の開催に使用された。以来、スタジアムでは、ガンズローゼズ、AC、 e c ロビーウィリアムズなどの様々なコンサートが開催されている。ストラトフォード駅の南口停留所、編集ストラトフォードシティバス停留所バス乗り継ぎ、編集中尺出店。ありがとうございます。